こんばんは、しおです。今日は一人暮らしの夜を楽しむ私のナイトルーティンをお届けします。基本的に6時半くらいになったら作業をやめます。やりたいことはね、本当にたくさんあるんやけど、でもこれでメリハリをつけるっていうことがすごい大事っていうことをね、一人になってすごい勉強しました。そしたらお風呂入る前に洗濯物をします。結局ね、今からまたね、服脱ぐけん入れるのになぜかこのタイミングで毎回やっちゃうで、ちょっと縮んでほしくないものとかだけ途中で取り出して、あとは全部乾燥までかけます。お湯はね、だいたいね、43度とか結構厚めで入ることが多い。見て、サンダルの形にめっちゃ日焼けしとったでちなみにシャンプーは 4,5 年通ってる美容室大きさのところでね、おすすめしてくれたやつを使ってます。メイクは基本的に石鹸で、で石鹸はいろんなの使ってみたんやけど、今のところはやっぱこの米ぬか石鹸が合ってる気がします。洗い上がりがね、すっごい滑らかないけど、でも毛穴汚れもすっきり落としてくれるけん、それが気に入ってます。グリーンコープとかに多分売ってると思う。この時にちゃんと自分の肌も鏡で見て、ニキビとか毛穴の状態とかをちゃんと見るようにしてます。でスキンケア使ってるものはずっと変わらずにワセリンだけ。こんな感じでシンプルにしてから自分の肌の健康に素直に向き合いやすくなりました。こう肌の状態がスキンケアのプロダクトにこう左右されることがないから、悪い時は食事とかストレスとかホルモンバランスとか、今ここが自分良くないから悪いんだなって直接の原因がすごく分かるようになったし、自分に合うもの合わないものっていうのもキャッチしやすくなった気がする。あとはシンプルなスキンケアがね、やっぱ食べ物で肌を整えようっていう意識につながってると思う。最近はやっぱホルモンバランスの乱れによってね、ニキビができることが多い。整えたい。この無印良品のスリッパめっちゃおすすめ。絨毯の上歩いてるみたいでね、めっちゃいいよ。そしたら髪を乾かす前にこの袋の中からね、トリートメントを見つけ出して、これすごいおすすめ収納法、整理整頓苦手な人ぜひやってみて。シャンプーと同じところのこのトリートメントを取って髪に塗ります。そう、1本ね、丸々ちょうど使い終わったんやけど、熱から守ってくれるトリートメントで、これをね、なじませて乾かすとめっちゃまとまりいいし、まとまりがいい結構カラーとかパーマをね、よくするんやけど、でダメージがひどかったんやけど、これでね、マシになってる気がする。でこの髪の毛を乾かしてる時間ってね、なんか好きなんよね。なんかさ、電車に乗っとる時もさ、何もしなくていいっていうか、何もできない時間ってあるやん。なんかそんな感じでさ、両手塞がっとるし、何もできんけん、いろんなことが考えられるけんね、すっごく好き。そしたら今日届いた荷物を開けます。一人暮らしでね、車がないけん、やっぱ大変な重いものとか本とか好きなものがよく届きます。で今日はようやく新しいスマホケースが届きました。わー、新しいスマホケースはケースティファイで新調しました。そしてこの動画はケースティファイさんとのコラボ動画です。ありがとうございます。なんかいつも使ってるものを新しくした時の高揚感って、いや、いいよね。
あとこのケース、耐久性もあるけん落としても安心やね。私はインパクトケースのグロッシーフロストっていうのを選んで、自分の名前をね英語で入れました。他にもこんな感じでプリントデザインもたくさんね、いろいろあって、プリントもめっちゃ可愛いなった。よかったら見てみてください。そう、それでね、好きなものをねたくさんここに入れていきたいなと思って、私は最近ね、この前の動画でも紹介したと思うんやけど、和紙を買ってね、すっごい綺麗な和紙で、それをちょっとこの中に入れてやってみました。とめっちゃ可愛くない？これいいよね。最近ね、枕目編みって言ってね、編むやつでスマホショルダーを自分で作ったんやけど、それでほんとショルダーの便利さに気づいて、そう、それで今回はこのねチェーンも一緒に、スネークチェーンって言って結構ね細かめで滑らかな感じ、アクセサリー感覚でね、いろいろ持てそうやなと思ってこのシルバーのチェーンにしました。それで付け方は、このストラップカードを充電口の部分に入れるだけ。そう、チェーンはね2種類長さがあるんやけど、158センチの身長で111センチのものを選んで、このくらい。このストラップもチェーン以外にもね、いろんな素材がたくさんあるけん、気になったらよかったら見てみてね。それで今回 15% オフになるリンクもね、概要欄に貼ってるので、恐れ報告とかもみんな待ってます。で、あとは米粉パンを作る時に欠かせないね、みずほ力っていう米粉と、メルカリで買った「すべて真夜中の恋人たち」っていうね本が届いとった。そう、この頼んだものをね昼に開けちゃうとね、こうやって読んじゃうよね。で、いろんなことが手につかんくなってしまうけん、夜開けるようにしとる。で、もうほら、もう入ったやろ世界に。もうこれね抜けれんくなるよ本当に。ね、気づいて、ほらやめなさい、もうほらご飯。夜ご飯を作ります。普段はもう自分のね食べたいもの、これこそ一人暮らしの醍醐味やけん、食べたいものを食べたい分だけ好きなように作る。わあ、今日は楽しみ、米粉が届くことが分かっとったけん、ニョッキを作ります。初めて作る。レシピは結構事前に考えてスーパーに行くことが多いかな。なんかスーパーに行くの好きで、そう、免許も車もないけん、片道20分ぐらいね歩いてスーパーまで行くんやけど、それがなんか気分転換っていうか、息抜きになるけん結構こまめに行くんよね、スーパー。そしてちょっと切れ味の悪い包丁、最近はねこの鉄フライパン1個だけ使って料理しよう。これがね、お肉とか焼いたら美味しいよ、この鉄フライパン。釜浅商店っていう東京のかっぱ橋にあるね、ところで買ったやつ。あとはニョッキを作るだけだ。お、こうやんで本当できるのかな。なんか可愛いのできました。わー、よくいきますよね。いってらっしゃい、頑張りー。あー、うお、わあ楽しみ。ニョッキーって何だろう。かわいい、かわいい、なんか。お鍋はビジョンっていうフランスのメーカーのガラス鍋。浮かんできた。こんな感じで中が見えるけん、料理めっちゃ楽しくなった。おー、なんかかわいい。お皿はこのアラビアのね
このお皿めっちゃおすすめ。もうなんかお皿とか本当はすごく好きでたくさん集めたんやけど、これでもうこと足りてしまって買えんっていう。なんか容器もいいかないか、自分だけだし食べるの。こうやって映画見ながらご飯食べることが最近はすごい多いかな。ネットフリックスで友達がおすすめしてくれた街の上でっていう映画をね、この日は見よる。でこの夜の落ち着いてきた時間にみんながね、あの書いてくれたコメントを読むのがとっても好きな時間。メッセージ、DM とかみんながなんかいろいろね、おすすめしてくれたりとか、友達みたいなね感覚で見てますいつも。なんかみんながすごい近く感じられる時が最近すごく多くて、あったかくて、もうみんな本当ありがとう。もうこの場を借りて本当にありがとう。わちょっと、おまだ、まあ、いいか。最近夜のおやつを作るのがブームで、これは豆乳と米粉、メープルシロップ、バニラエッセンスを入れて鍋でグツグツ煮て冷凍しただけ。簡単やけど美味しいもの、そう、そういうのを最近はね毎晩作って食べてる。トッピングは黒ごまきな粉。1日やることがもう全部終わったら、ベッドの横にある読書スペースで日記を書きます。日記は毎日じゃないんやけど、心が動いた瞬間とかを書くようにしとる。なんか自分の気持ちがよくわからないっていうのがね、ずっと学生の頃からあって、けどなんか言葉にするようにしてから、その言葉が逆に自分の気持ちを作ってくれる、自分を作ってってくれる感覚がすごくあって、やけんね積極的に言葉にするようにしてる。そして大好きな読書タイム、こうやってお酒を片手にね本を読む時間がもう本当に幸せ。特に夜はね恋愛小説を読むことが多いかな。
で一旦ね布団に入ってもだいたいまだ読もうと頑張るんやけど、でもめっちゃ眠そうやろいつもこんな感じ、本当に5行読んで眠くなる。でね、最近は夜寝る前ね、この香りと言葉のラジオっていうのをねよく聞きよる。香りっていうねすごい言葉で表現するのが難しいものを言葉で表現しようっていうラジオで、すっごく面白い。それでねすごい香りにももっともっと興味が出てきて、最近ね香水をね新調したりした。なんか新しいきっかけをくれるラジオやなって思った。そう、一人になってから夜をねどう過ごしたら楽しいかなってすごく自分の中でも探り探りね毎日過ごしとったんやけど、この前もね動画出したみたいにやっぱ不安な気持ちになる夜もあるけど、こうやって自分のね好きとか楽しいを少しずつ見つけていくとね、暗い夜も本当に楽しい毎日になるので、よかったらねこの動画がみんなの参考になればすっごい嬉しいです。みんなは何してる？よかったら夜の過ごし方教えてね、コメントで。バイバイ。